2021年8月3日、中日ドラゴンズの木下祐介投手が亡くなりました。去年27、木下投手は6月28日に1回目のコロナワクチン接種を受けた8日後の名古屋球場での練習中に息苦しさを訴えた後に倒れ、意識不明になりました。すぐに救急車で病院に運ばれましたが、心臓に問題が発生し、その影響が脳に及んで人工呼吸器が外せない状況が続いていましたが、 25日目に息を引き取りました。ワクチンとの因果関係は不明と報道されました。